中路国境は中華人民共和国とロシア連邦との間の国境である。国境線の総延長は約 4209.3km である。モンゴル国を挟んで東西に不連続な国境を有する。満州里とザバイカリスクの境界比2カ所の国境線のうち東部国境が全長 4195km を占める。中盲路の三国国境には 境界碑が設置されている。この境界碑から北東方向に向かい、アル軍側に到達する。国境線はアル軍側、アムール側、ウスリー側に沿って形成されている。東部国境の終点は中路朝三国の三国国境であり、路長国境の終点でもある。西部国境は全長1 0 0キロメートル未満であり、ロシアのアルタイ共和国と中国の新疆。 ウイグル自治区の境界を構成している。西部国境の大部分アルタイ三脈役から構成される。西端は中国、カザフスタンロシアの三国国境。東端は中耕路の三国国境である。ありがとうございます。